それでは一つ目のお悩みを紹介します20代男性アーティストの N さんからです妻が浮気をしていることを知ってしまいました妻は高校の同級生で高1から付き合い始め付き合い始めて5周年になる3年前に結婚をしました私は専門学校を卒業後音楽スタジオでアルバイトをしながら音楽活動をしています妻は短大を卒業後正社員として 地元の会社に就職しましたある日友人から呼び出されて話を聞いてみると有名なデートスポットで妻が昼間に男性と楽しそうに手をつないで歩いていたのを見かけたというのです妻は絶対に浮気をするようなタイプの女性ではないので信じられませんでしたが友人は写メを撮っていたので見せてもらいましたそこに写っていたのは確かに妻でした帰宅して妻を問い詰めたところ浮気相手と結婚をしたいと 離婚を突きつけられました理由を聞くと数ヶ月前妻から子供を欲しいと言われた時に子供はいらないと反対をしたのが原因だと言われました子供が嫌いだから反対したというわけではなく子供ができると妻が自分から離れるように思っていましたので子供はいらないと思っていましたが妻と別れるつもりは全くないので妻の希望を聞くからと伝えましたしかし妻はそれでも離婚をしたいの一点張りです 妻以上の女性はいません。悲しいばかりです。今振り返れば、バイトが終わってからの時間はバンドの練習や作曲に時間をかけてばかりでしたので、妻は家で一人で寂しかったのではないかと思います。しかし最近はこのことを考えると無性にイライラしている自分もいます。妻とは離婚をするべきなのでしょうかどうすればよいでしょうかということで、まず、 富川さんああこの20代男性アーティスト N さんがヒってますね。はい <laughs> ガキってガヒ,ガヒって知ってます？<laughs> ガヒガヒあのそう画鋲の画にリンゴの皮って書いてガヒって言うんですけど、はい、あの自己中心的な人自己中の人ガヒって言うんですよ。あそうなの？こち中国ではガヒって言うんですよ。それが今ガヒってるっていうことガヒってるっていう言葉が <laughs> <laughs> あの今巷では流行ってるそうです。ですね、あの実はですね幸福の科学出版からですねえ五、ー、月 十四日ロードショーということで美しき誘惑現代のガヒという映画が劇場で公開されます万選でございますそれはつまりこの映画に出ているどなたかどなたか,かがガヒ,ガヒってるんです <laughs> ガヒってるいてるんですか <laughs> じゃあそのガヒってる視点から今日はアドバイスをしていきますね、はい、ちなみに あのちょっとこのご夫婦、まあ、若いじゃないですか、代ですね、で高校1年生、まあ、15歳から16歳ですよで、付き合い始めて50年だから、まあ、20歳から21歳に結婚したわけですよね、3年前っていう計算を逆算すると、今、23から24歳ですよ、でもうこういう、ね、人生の節目に合ってるという状態なんですよね、早いですよね、ね人生経験がた、はい、ただちょっっと気になったのが。 夫婦で人生計画とか家族設計っていうのを話したことがあるのかなと思ってですねだからやっぱり高校生の時から付き合っていてそういうのを話さないまま大人、うん、まあ大人というよりも年齢を重ねてしまったのかなっていうふうに思うんですよ。であのよくこういうお悩みいただくんですけどもあの恋愛と結婚の違い。うん とというところで,でおそらくこの高校1年生の時っていうのは恋愛にすごく燃えてた状態相手も輝いて見えててでアーティスト、まあ、どういうアーティストかっていうところまで書いてないんですけど、まあ、音楽スタジオでアルバイトしてるっていうことなのでそういった、まあ、あの音楽系のアーティストだとあの思うんですけれども当時やっぱりバンドとかやってて市場に目立ってるあの。うん 方だったと思うんですね。この N さんという方、ね、そうそうですよね。はい、もう学校でもチヤホヤされるぐらいの方だったんじゃないかなと思うんですよ。ただそこでの恋愛からこの8年経ってみて、で奥様にあたる方がその後短大も出られて、で、えー、就職も正職社員としてやってるっていうことは社会経験をやっぱりしてるわけですよね。だんだんこの人生っていうものが分かってきてる。 段階で奥様の方がそそそれを進んででいるとううう意味ですかそうそう人生を考え始める時期にな,になってるんじゃないかなと思うんですよそこでようやくまあ子供をね欲しいんだけどっていうのを話してみたところご主人からちょっと拒否されたというシチュエーションなんだと思うんですよね。 でこの「結婚」というののアドバイスをすると恋愛との大きな違いっていうのは夫婦っていうのは完全に一致してる人がいるというよりもこういった問題を一緒に乗り越えていって夫婦の絆をこう構築していくのがこの「結婚」の意味なんですよね。そこらら辺を今 N さんは突きつけられてる 人生の問題集として突きつけられているタイミングなんじゃないかなというふうにちょっと最初印象としてあの読み取らせていただきましたで、それでこの方にお伝えしたいのがですね一般的に女性っていうのは結婚に何を求めているのかまあ、私たちもねエクソシストとしていろんな方のお悩みに乗ってきましたけれども一般的に言いますとやっぱり女性は家庭に安定感 というもので堅実さっていうものやっぱり求めるですよねで守りの役割、家庭を守るというところがやっぱり女性あの母性としては強いんですよね本能的にはでそう考えると一般的に女性っていうのは妊娠の時期とか出産の時期とか子育ての時期っていうのをやっぱ考えるんですよ今大体の逆算で年齢が23か24で早いなとは思うんですけれども私自身は30 ぐらいいでで結婚しましまたんだたい最近は晩婚ですけどねこの方はちょっと早いなと思うんですけどもやっぱり家族計画考えてたんじゃないかなと思って自分の,その、まあ、就職もしてで妊娠した場合出産する場合子育てする場合その時の子どもの年齢が何歳なのかっていうのを考えてるはずなんですよ。 もう今の状況だけでゃなくて5年後、<う>10年後言えばもう60ぐらいになった時にお子さんが何歳でとかそういうところまでこう結構中長期的な視点でこの家庭というものを奥様の方が女性の方が考え一般的には考えるんですけれども、うん、で中長期までいかなくてもやっぱり女性の体ってやっぱり子どもを産める適性っというのがあるんですよね。でこの人は この男性のの方ですねこの N さんの方は女性ののの立場っってていいううう本当にに考えたことがあるのかなっていうふうに思うんですよだからちょっとこの N さんが自己中心的だなと思ったのが奥さんがなぜそういうことを言ってきたのかでそれで自分がまだ子供はいらないって言った時の奥さんが何に対して悲しかったのかで女性の立場っていうのを本当に理解していたのか。 っていうところをちょっと考えてもらいたいなというふうに思うんですよこの中でねそもそも結婚相手を選ぶ時のポイントについてということで12ページにあるんですよ第一に理想あるいは生きがいというものが共通している相手を選ぶことですってあるんですよねまずそこからですよねで、2番目に13ページにありますが現時点では完全に理想の相手ではなくても 素質素材として変えていけるタイプの方かどうかということが極めて大きいと思うのですってあるんですねそして3番目に17ページに書いてますできれば男性の方が少しリードできるぐらいがいいという感じはしますといろいろなケースを見てきて男性にとっても女性を多少リードできて 女性から見れば男性を少しは尊敬できるという組み合わせがやはり一番落ち着きがいいようですって書いてあるんですよこれまさしくこのカップルに当てはまるんじゃないかなって思うんですけどもまあ、アーティストをやってるっていうことは知っているでその後まあ、大学とか短大進学じゃなくて専門学校に、えー、進学をしました 音楽スタジオでアルバイトをして、まあ、結婚してもですよね結婚してるんだけれどもアルバイトをして生計をま立ててるとどちらかというと奥様の収入に頼っっっているとところはちょっとあったかもしれないですね,そ,ですねでそれを家族計画としてもうそういう夫婦の形でいいんだというお互いの意思でいたのかどうかで奥さんがそういう、まあ、N さんご主人を支えていくっていう人生観を受け入れてたのかどうか。 最初はまあ高校時代に、ね、あの輝くご主人であきゃこういうねあのアーティスト音楽家と結婚できたっていう思いはあったかもしれないけどもはて社会人になってこれでいいんだろうかっていう考え始めてる時だと思うんですよ。で職場にはしっかりした男性もたくさんいらっしゃって堅実そうに見えるそういう他の男性との比較っていうのもようやくこう見えてきてる段階なんじゃないかなって思うんですね。で そこでちょっとねいろんなちょっとカップル世の中にはいると思うんですけれどももし、この第一のその理想生きがいが一致しているというところで特にこういうタイプのアーティストを支えるタイプで私、思い浮かべるの方がいるんですよ。どなたですか M1 グランプリミルクボーイの <laughs> 駒場さん <laughs> 場さんですがマッチョな方ですよね角刈りじゃない方が、ね、格りじゃないろいろ客席からこうもらう方ですね,ですね最初ね <laughs> でその駒場さんがなぜこの方に 1> <laughs> あの m 1グランプリを取るまで奥さんの収入で家計を支えてくれてたんですよ。はい <laughs> で駒場さんもスポーツジムで働いてたんですけども<ー>やっぱり収入っていうのはそこそこなんですよ、うん、で奥さんの方があなたはねあの芸人の方に専念しなさいって支えてくださってたんですよだからそういう生きがいを持ってた方 m 1グランプリ取った時にインタビュー、うん、聞きましたもう奥さんの回答が伝説になってるんですよめちゃくちゃすごいんです私はこの人が芸人でなくても結婚したと思いますと、うん、この人だから結婚したかったんですって だからもう夫婦の愛っていろんな形あると思うんですけどもその2人はもうこの人だから結婚したいでご主人が芸人として一流になりたいんだったら私はそれで支えるというそういう妻意識がしっかりとあったわけですねうそういう理想生きがいが一致しているとうまくいくタイプだと思うんですよ。でで書いいてあるんですよそういうことが えっとですねえあのミルクボーイとは書いてませんが <laughs> まだこの時のミルクボーイさんはね,ねコンビ結成しないですからね。ねえっとですね34ページに書いてあります通常は男性がリーダーシップを取るということの中に男性としての魂修行があるのです責任を持って家庭を守り働いて経済確立をするということこれは男性の基本的な魂修行のスタイルなんですね。ただちょっと 例外がありますってやるんですよ男性の方が弱くて女性の方が強いのですどちらかというと男性を養うために生まれたような女性というのがいらっしゃいますとこれは一つの変形なんですよね で男性があまりお金の方に頓着がなくてそれ以外で才能を伸ばしたいと思っている場合にそういう女性がパートナーになることがあるのです女性の方が経済を見て男性の方は好きなことをする芸術家的な魂とかにはそういう方は割に多いのですってまさしく書いてあるんですね。これ両方のパターンが あると思うんですよまあ,あの熊場さんはマッチョなんで決して弱々しくはないんですけれどもただやっぱり夢を追いかけていてで芸人で一流になりたいという夢を持っていたとでそれを支える奥さんが経済的には働いて家庭を支えていたとじゃあ一方でこのアーティストと言っている N さんはどうなのか。 まあ専門学校出て音楽スタジアでアルバイトをしてで空いた時間に作曲とかもしてバンド活動もしてるようなんですけどもそれを自分の人生観として N さん自身はどこまで本気でやっていたのか女性は見抜きますからね,そうですね女性はあ本気じゃないなってこの本気でアーティストをうちの主人やってるのかなそれだったらついていくわよと。でも ちょっとでも中途半端な気持ちだったらば、なんでこんな中途半端な人に私はついていかないといけないのっていう気持ちは、まあ N さんに限らずあると思うんですよね。要するに人生をもう考え始めてるんですよ。はい、で、この心の成熟度って女性の方が早いんですよ。そう,ですね、うん、あのー、この幸せな家庭を作るためにもある書いてあるんですけども、じゃじっくり読んでもらいたいんですよ。 あの今日は細かくは説明できませんがこの中にあるのが結局同級生同士で結婚した場合とか社内恋愛とかで同期同士で結婚した場合っていうのは女性の方が成熟度が早いしもしかしたら仕事能力も女性の方が優秀だったりするとそうなると逆転現象が起きて男性がリードできないので破局するケースの方が多いんだと書いてあるんですよ。まさしくこれって本当に 女性の方は奥さんの方は短大出て正社員になって就職をしてものすごい心の成熟度大人になってると思うんですよでも N さんの方はまだ子供ですね子供でこのお悩みの言葉の端々からもまだ観点が自己中なんですよ自己中心的にいや自分は妻と別れるつもりはないんです妻以上の女性は存在しないんですどうしたらいいですかいや あガヒってるでしょって <laughs> そ,<れ>そこがガヒなんですなるほどそれでこのままいくとあの妻と別れるつもりは全くありませんって言いますが DV とかストーカーっていうのはこういうところから始まるんですよ DV をやる人とかストーカーになる人っていうのは自分はそんなことする男じゃないって普通思ってますよまあ女性でも思ってますよ、うん 愛が強いゆえになってしまうんですよこの愛って諸刃の剣で強ければ強いほど執着になっちゃうんですもう相手を取り持ちのように自分の思うように動かしたいと思っちゃうんですよだから まあ高校1年生の時に付き合って最初はねあの可愛くついてきた奥さんだったかもしれませんよそういった方がいきなりこう言ってきてびっくりしてるはずびっくりしてる心境よく分かる苦しいのもよく分かります、ね、浮気するような女性じゃないって私も思うので写真見せられた時にはもう心臓飛び出るぐらいびっくりしたでしょうね。 いややちょっと冷やせるもんですよねだからそんな状態によく分かるんですけれどもじゃああなたは奥さんのことどこまで考えていたのかバンド活動を専念したってあの理由まあもっとうん突っ込んで言うと言い訳というのはいっぱい出てくるとは思うんですけれどもさっき言ったように女性が。 結婚にに求求めめるるももの、の家庭に求めるもの自分の体調を考えてでこれから仕事どうしたらいいかっていうことも考えて今あなたと話したいって思って家族計画子供はどうするのかって思ってたと思うんですよね。でただ違いはどこにあるかというとこの人が単なる自己中で夢追い人で終わるのかどうか。で あの幸福の科学的に言うとね、離婚再婚っていうのは必ずしも悪いことではないんです。あそれは意外な観点です、ね。良かったです。それこそあの幸福の科学の教えの中には、はい、生まれる前、はい、いわゆる天国で、はい、お互いがこう、はい、約束し合って生まれてくる、はい、だっていう教えもあるじゃないですか。はい、そうすると、こうせっかくここの世でしっかりこう縁があって、で二人巡り合って で恋愛から、そして結婚するもしくはまあお見合いでもない、まあ、何かのへんで結婚するとなるとそれは運命だから別れるという選択肢は悪なのではないか悪いことなんじゃないかというふうにもある種、宗教的には思える、まあ、あとはカトリックとかでも、ねうんうん、そういった離婚とかよくないとかもあるとは思うんですけどもそそううででなないいんですすじゃないですね幸福の科学的に答えると結婚とか離婚とか再婚というのはあくまでも魂修行というふうに捉えています。 この地上に生まれてくること自体が一冊の人生の問題集と捉えてるんですねだから何度も何度も生まれ変わって今という根性があるんですよつまり過去世があるしまた生まれ変わってくる来世 っていうのがあるんですよこの何転生もする中で夫婦っていうのはすごい縁が強いのでまた同じ夫婦になることもありますけれども過去世で夫婦だった方もやっぱり出てくるしこの縁赤い縁で結ばれたっていう縁ですねこの縁っていうのはいろんな方が実は組み合わせがあります。あってですねそのの中でで入れ替えっていうのも起きるんですよどういう時に入れ替えが起きるかというとパターン的にはね それぞれの人生計画が先に進んでしまってもうその人についていけなくなった場合は入れ替えが起きることがあります。なるほど、はい、一回のこの天性というかこの一回地上に生まれてでも一つこうそ,のその問題集を解決したら、はい、また違う人生がその人だけ進んでいくっていうことですかこの方。 お二人のパターンに当てはまるとしたらもしかしたら N さんの奥さんの方がもうが大人としての意識になっていてで今、夫婦の縁とも言いますけど親子の縁というのもあってこのお母さん、奥さんの方の子供に生まれてくるって約束してきた子供の魂が待ってるんですよ。待っていてで本当はこの夫婦のもとに生まれられたら一番幸せだと思うんですよ。一番幸せなんだけれどももこの先考えてもまあまだ 音楽活動でも目が出そうにないとでこのまま夫婦2人だけで歩んでいってもいいんだけれども約束してる魂がいた場合どうしても生まれたいわけですそうするとお母さんの方に相手を変えてもらって新しい家庭を築いてもらってそこに新しい魂をお迎えするというこういうこともあるんですよね。くつつくんですかつつくんでですすかもうあの 生生ままれたくてしょうががないので、で子供にもに人生計画がありますからさっき女性の人生計画で年齢的なものを言いましたけれども子どもも大体この年齢で生まれてこういう時期にこういう仕事をしてっていう人生計画をあの世では立ててますからそれを図るために「あお母さんそろそろなんだけどもう20代で僕を産んでもらわないといけないんだけど」っていうふうなものを 女性っっっててて霊的直感感強いのででじ取ってると思うんですよねそういう意味で私としてはもう子供をお迎えしなきゃいけない時期なんだと思うんだというふうなところも感じてると思うんですよじゃあそれでじゃあ組み合わせが変わりましたと N さんにアドバイスとしては N さんにとってもこの離婚となった場合ですよなった場合これが必ずしも悪いことだと私は思わないんですよ。 なぜかというとさっきのねあのどういう相手を選ぶかっていう中でもしかしたら本当に私 N さんのことを結構なこと言いましたけれども大成功すするアーティストななのかもしれないんですよこれメジャーデビューしてもしヒットソング生み出すぐらいの人かもしれないも、ま、しくはその音楽家ではなくて音楽プロデューサーとか音楽会社を経営したりとかそういう道で大成功する人かもしれないそういう人を支える人が 現れれるかもしれないんですよそういう意味でいくと再婚も悪くないですよねだからもう自己中心的な発想をやめてこの女性しかいないって考えるんじゃなくて大人になった方がいいですもう餓死やめて化けの皮もう剥がしてもう素直な自分になって本当の自分とは何なんだろう自分の人生って何なんだろうって考えるチャンスなんでそれを考えてもらって もう一度奥さんと向き合ってもらいたいんですよそれで幸福の科学にはね上昇志向という考え方もあるんですよ、はい、先日あの番組を取り,取り上げさせていただきましたうもういろんなところで出てきますなぜかというと逆境をバネにしてプラスの人生を生きていくってあるんですけども今日は逆の観点からいきます N さんにはまだ逆境からバネにするっていうのは早いです ここに至るのは早いんですなぜかというとその前に反省してもらいたいたんです自己中心的だったなって自分のことしか考えてなかったなって、ね、本人も言ってますけれどもあの奥さんに寂しい思いをしてさせてたんだろうなってそれだけじゃなくて何度も繰り返しますけれども女性が家庭に何を求めてるのかという女性の立場というのを人間観をもっと磨いてもらいたい。 それからあなたには上昇思考ですそれやらないでもう上昇思考にいっちゃうと単なる巧妙思想ではありますまあもう私は逆行なんだこれをバネにし次,次に行こうじゃないですからね。名思想っていうのはただこうまあ言い方であれですけど脳、まあ、天気というかすべ、まあ、てポジティブに考えていくっていう考え方ですかね。そ,そうですねまあ で私国の科学的に、えー、離婚再婚悪いこと必ずしも悪いことじゃないですよって言いましたけどあ、そっかじゃあ次移ろうっていうのがちょっと公明を据えていくかもしれないそれだと人が変わってもおそらく N さんは同じ失敗しますなぜかというと反省してないんで傾向性変わってないまだ自己中のままだから同じ失敗するんですよそれを防ぐために今アドバイスをしていますまずは自己変革をしてもらってから上昇志向です それをお勧めしておきますで最後のあなたの言葉で妻と離婚をすべきなのでしょうかということがあったので2つのパターン言いますこのまま自己中のままだったらおそらく離婚になる確率の方が高いと思いますただまだよりを戻すやり直せるチャンスは残っていると私は思います そういう意味で自己中心的な思いからの自己変革をあなたに促したいので最後に幸福の科学出版から発刊している詩集があってですね「心から愛している」というポケットブックがあるんですけれども紹介したいのでじっくりともう心に,染み入るように N さんん聞いていてほしですよあのアーティストなんで感性が鋭いと思うのでしっかり受け止めてくださいね。心から愛していると 喧嘩別れして相手を愛していたことに初めて気づく人がいる離婚して妻のいない空虚さに驚く夫がいる散々罵ってほっとしたあと夫の偉大さに気づく妻もいる子供を亡くしてから褒めてやらなかった自分を責め続ける親がいるみんな よく聞きなさい。失ってからでは遅すぎるのだ。愛しているなら今すぐ愛していると言いなさい。好きなら好きであるということを今すぐ行動で示しなさい。永遠の後悔を残す中で、命あるうちに愛しているということを心から 愛しているということを伝えなさい伝え切りなさいこういう大川理事放送祭の詩でございますこのポエムをねしっかりと心に刻んで本気であなたがもう一度奥さんとやり直したいと思うんであれば今のこのイライラしている状態をまず解消してすっきりして自分の状態を 心を点検して本当に奥さんの立場を考えられたなって思った時にもう一回行動で示してみてくださいその時に奥さんがもう一回あなたとやり直してみたいと思うかどうかもし思ってくれたらやり直したらいいと思うんですでももう奥さんが本気で別の男性に行くんであればもうあなたは次の人生を考えた方がいいと思いますはいありがとうございます まあ、富川さんの話の中でだいぶこの方の、まあ、今抱えている問題点とは、まあ、あと具体的にどう解決していくかという方向もだいぶ見えてきたと思うんですけれども、まあ、その中で最後少し触れられましたこの、えっと、無償にイライラしている、うん、まあこれがちょっとこう危ない段階に入ってきてるなそういうことを先ほど DV って話もありましたよね。本当にこう今 その思いが愛が完全に執着になっている割合の方が多分64とか73とかどんどん強くなってきて、うんうん、まこれは霊的なこ,うこの世的なこの今私たちが目に見えている世界以外の視点で見ますとそういう状況になっているとどういうふうになっているかというといわゆる悪霊そういった悪いこの霊がですねつきやすくなっている憑依。うんうんうん しやすい状態になっていいるるという,ふうにも言えるのではなないいいかなという,ふうに思いますでこ,のこの幸せな家庭を作るためのです、ね、第4章の中にこの財産相続のトラブルについてとていうことが書かれている場所があるんですけども、うんまあ、今回は恋愛の話なんで全然違うんですがここにです、ね、非常にこう心理的には近い状況なのでそういう状況は危ないですよということを諭している箇所があるんですね。うん 152ページににこういういう書かれておりますましてや相手を憎んでしまったりしてずっと一生送ったら間違いなくこれは心の倒産になりますから破産になりますから絶対にそれだけはやめなくてはいけません淡々とすることです、うん、でさらにこの先にですね、まあ、他人にお金を貸す時の鉄則とはっていうところで言うんですこれはお金に対してですねこれは恋愛も 同じ気持ちかなというふうに思うんですけども、うん、153ページにですねまあ、帰ってきたらあ,あ珍しいものが戻ってきたなという気持ちでいて人に貸すときにはもうこれは言ったきりになるぐらいの覚悟で出しておくことですでこの後が大事ですねそうすると執着が起きないし葛藤も起きないのですで自分があげてしまってもいいだけのお金を貸すというのが鉄則ですねこれを例えば 愛という言葉に置き換えたときにまさにこの N さんにとっての一つこう問題解決のヒントにつながるのではないかなともうそれこそ先ほど富川さんがこの詩集の中からあのこう伝えた「愛している」と言ってみようと。 愛を表現してみるでその時に帰ってくるか帰ってこないかこれはもう奥様の気持ち一つですだからそこに対しての結果に対してはある種ここに書かれているようにこう淡々としている状態までこうご自身がこう冷静になれるかっていうところをもしかしたら奥様もそういったところその成長を期待しているのかもしれない。 それに対して帰ってこなかった時になんでなんだよっていうところをさらにすればするほどそれこそ子供がだだをこれてるようなそういうふうに見えてあまだうちの旦那は幼いなというふうに見えてしまってさらに心が離れてしまうもうまさにもうこの決もう離婚というものを今決断されているのもまさにもっとその意思を固くしてしまうような状況になってしまうと思いますのでそうならないようにこうもう。 この愛というものはこう言ったきり与えきりの状態でいいんじゃないかという覚悟をしてで執着を取り去ってカット心の中でもやもやしたりイライラしたりなんかこうどうしたらいいんだろうっていう状況をあるしこううん,うんから一つこう悟りがこう上がったような状態にまでこう大人に なっていくというのが N さんにとって必要なことなのではないかなというふうにも思いますよね。そうですね。現代はね、あの男性も女性も画皮だらけって言われているので、要するにもう自己中の人が多くなってきてると思うんですよ。だからもうちょっと周りに気配り、もうちょっと周りのことも考えてあげたらいいのかなと思うんですね。きっとこの経験がまあどういう結論になるかは別として、またこの N さんご自身の例えば。 アーティスト生活であったりとかその人生にとって必ずプラスにつながるように是非この経験をですね完成からの発展にこうつなげていただければ嬉しいかなというふうに思います。それではまた次回 See you next week! バイバイ